二 2021AK レーシング杯司会実況の日吉達也です解説は白鳥翔が務めますよろしくお願いいたしますお願いします AK レーシング杯とは日本プロマージャン連盟オフィシャルサプライヤーである AK レーシング様がスポンサーとなり開催される大会ですトッププロ十六名によるトーナメント制を行い優勝者を決定します賞金総額は百万円優勝者には副賞として AK レーシング一脚が申呈されます さあトレさん、はい、今回は AK レーシング様の単独スポンサーということで、われわれも非常にありがたいかなと思うんですが本当、もうすべてをね、はい、あの出していただいて、<A> もうこれが開催されてるっていうことで <A> もう、もちろん賞金も魅力的なんですけど、<A> 椅子ね、うん、椅子座り心地、はい、もうくれないかなと思って、優勝した人。<laughs> このまま帰りたいよね <laughs> あこのままもこう, <laughs> こ<の>こういうかも立ちたくなくなりますからねこのまま打ち替えるのもちょっと途中でね <laughs> あの通報されるかもしれませんが <laughs>、はい、ありがとうございます、はい、さあそれではお待たせいたしました対局の準備ができているようです2021 AK レーシング杯予選 B 卓2回戦闘杯のスタートです AK レーシング杯は一発裏ドラ赤ドラあり 最後はダブルアールールに準拠します。二回戦はちいちゃから佐々木、なんちゃ勝又、シャーチャコンのペイチャ、瀬戸熊の並びトンの一曲。ドラは老僧です。なお、システムですが、二回戦勝負。上一名が決勝戦に進出。順位点はなく、一回戦の点数を二回戦も引き継いで行います。 ささあ白鳥さん、はい、え2回戦始まりまりしたもうすでに、ね、このあの見慣れないといったらあれですけどすでにこうポイントがの差がついてるわけですが得点ですよね得点差がついてるとてことですよね。こういった、まあ、システム、仕組みで戦うときの注目ポイントというか,、うん、なんか注目ポイントって言ったらやっぱりその順位点がないっていうことが <A> まあ一番の注目ポイントだと思うんですけど、はい、やっぱりこのの見てるる、ね、視聴者の方。うん がすすごくかかりやいいいシステムなななんじゃないかなっていう、はい、まあ順位点がどうだから、うん、あと何ポイントこの人より余ってなきゃいけなくてとかいうごちゃごちゃした複雑な計算がいらないので、うん、ただ、あのー、この半ちゃんが終わった時に最終持ち点が一番上の人が優勝、はい、優勝というかあの勝ち抜けですね今回、うん、言っ、まあえー、ご覧のような持ち点となってますね瀬戸熊が6万点を超えています追いかける佐々木勝又今野という並びそしてこの2回戦の席順についてですが、はい、これはどういった感じなんでしょうか、えっと えっと、プロ連盟の規定で、はい、あのタイトル戦とかですね最終戦始まる前に、はいえっとトンチ茶からそれまでのトータル2着トータル3着トータル4着、はい、そして、えー、トータルトップが座るようになってるんですけど、うん、これはあのやっぱり、えっと、親が落ちてしまうとどうしても条件ができてしまってま、はい、っすぐこう手を進めなくて、うん、こう場面が歪んでしまうことがすごく多い、はい、ということがすごくあって。 で、<A> そのリードしてる人がね、うん、そんなにこう大したリードじゃなくなっちゃうことが多いんですよね。難しいんですけど、なんでえっと今トータルトップの瀬戸熊さんがラス親になっていて、えっと最後までこう全員親が落ちるまでは、はい、えっと戦いやすいようなルールになっているってことですね。うん、さあトンの一局ドラがローソンとなっています。こちらが今の現在四番手。 そうですよねこれ早々に、はい、例えば今野さんの親がトン一局とかあんまない一局とかで落ちちゃうと、えーはい、このままの持ち手で、ね、じゃあ落ちちゃったとすると、うん、もう今野さん全部100万狙いみたいになっちゃって詩熊、はい、さんにとってはすごい不利な状況になっちゃうんで、はい、そうですね、はいまあ、そういったことを少しでも緩和できるようにと。となるとやっぱりこう最終戦迎える前の着順とかも結構大事なのかなという感じす、ねはいえー、そうですね。タイトル戦ると結構重視すす人多いですよねね今一気に行きました、ね1 さあ佐々木の天敗です、親番、ウッパーマン、ここはシャンポン町も選択できる場面でしたが、やはりこちらの方がいいんでしょうか、はい、そうですね、あのー、場面的にもウッパーマン、非常にいい町に見えますし、はい、まあダブトンで上がれたら大きいんですけど、えー、やっぱりリーチして積も,れ積もりやすい方、うん、ということで、こっちになりましたねはいそしてそのウーマン一発で捕まったのが瀬戸熊ですただね、トンが2枚いたんですね、山に。お<ー>これ知ってるとね、打点が全然違いますからね。えー この辺りが麻雀の難しいところでしょう一つでも上がりやすいのはやっぱりこの両面待ちですからねそうですね、はい、勝俣がいいシャンテンになります両面両面今野は受ける瀬戸熊は両面もまだ現物少々粘れるがこのあとがきついぞ来てないでもこれ789ある 行きましたね万すっと行ったんじゃないですか。2> 2万先言ったそう,かそうかごめんなさいい数万が4枚目ノーチャンスはい、なんですけど、はい、まあこれもまた一緒で、はい、数万って絶対関連ドラノートに出てきてる範囲なんで関連してる範囲じゃないですかはいじゃあ数万が4枚見えてるのに数万が関連してる妻、うん、持ってないのに関連してる形ってどうなんだろうって考えるとこれ46%のカンチーマンはいまさにこの7万かなりありそうそうなんでチーマン今すごい感じ、ね、ですねはい 今回のルールって赤入ってるじゃないですか、で、佐々木じゃないですか、リーチ者が親じゃないですか、追いかけてる立場じゃないですか。となると、その裏でカン・ウーマンじゃないかなと、普通選択するならそうですね、いったということで、今、行きましたね、それもあり、どうなんだと、佐々木、どうしたんだと。単要、ドライチとかだと、カン・チーマンできてるケースもあると思うんで、ある。 目一杯の太陽ドライチとかの、ね、ありますだからよくあるのがその46パーのカンチーマンとか、はい、あとこういうふうにマンズが連続系でくっついてて<と>ウッパーマンになってるとかねはいそっか佐々木5万切ってる位置したら7万でまあ分かんないですけど7万でも一応ローングかもしれないし飛んでもローングかもしれないしこれはちょっと危なくなったかもしれないしかもパーマン重ならそう重なっちゃいましたからねはい あの勝俣田さんの思考としてはチーマンもパーマンもどっちも当たりのケースあったなっていう感じなんですよね。マンズが複合系で、はい、ウッパーマン当たることあるし単純なカンチーマンのこともあるから、はい、だけどカンチーマンが自分からパーマンが3枚見えたんですよね、はい、だからカンチーマンワンチャンスになったんで本命は複合系のウッパーマンかなっていうところとまさに今の形みたいな、うんですよね。さあウッパーマン結構減りましたね。 アーピアまだ3枚ぐらい残っているか赤ウーピンがあるのかな<ー>赤ウーピンがあるーリーズも赤、浦さんはないこういうの浦さん惜しいですよね今ねね追いかけてるし勝俣さんに追い風と見せかけてこれは瀬戸駒さんに追い風説トップ目の佐々木の親があまずはっかりと終わった 2>, 2着目ですねごめんなさい二着目の、はい、確かにこう1回戦の後半もこう かなり迫ってきた佐々木が宝珠に回る場面が多くあって瀬戸久にとってはこうローせずその差が広がってたのかなという,う、ね、感じしますねさあとんの二曲親が変わって勝又です誰が瀬戸久への挑戦状を叩きつけることができるのか面白い曲ですよね今のだけ見ててもだからなんかその今のとかも、はい、なんですぐリーチいかないんだろうとかね、うん、あのその理由を考えてると、はい、すごくこうジャンル力アップにつながるというか、うんうん と思います。と選ばれない選ばれてない人が言ってる。<laughs> そうそう。多い多い,おい <laughs> あ。あ、い結構それともハイパイがすごくいいケースが多いですよね。ただハイパイだけで勝ってるってことですか。それはじゃあ <laughs> まあそれを言いたいってこと？<laughs> ものすごいやめましょう電波を使ってのこの二人のもの知り合いが <laughs> <laughs>。そういうことじゃないの？<laughs> いやなんか今の高ハイパイが多いのに、うん、こうつも聞かずに高ハイパイが多いのに上がれ。 技術的なもので上がれてないってこと。俺と瀬戸熊さんのこう関係はそんなので崩れることはないので大丈夫です、うん。あ本当ですか。はいかはい、めっちゃどうします。夜 <laughs> 中でもかってきたら <laughs> 今日の AK レーシングを見たんだけどさ。いやでもこれカスマさんも伸びてきましたもんね。そうですね。ただ、ね、瀬戸熊さんこれとああいいですね。リアンマンを残したのが聞いて。これで。 ドラね2枚使いますしねチャンスですよローマンからいきましたよね、はい、ウーマン引いても二度受けになっちゃうんで、うん、まあだったら3ピン引きの方を重視しようって感じですか2ピン残したのはねうんこれこれこれを引いたとしてもどうせ1つ1二度受けだから、うん、だったら数層6九層残すんでうんっていうことじゃないですかねすはいおおっといいとこ引いた一気通感があるぞマンズの一気通感引いてない層 佐々木もタンヤオのイいシャンテンになっています。勝又はこちら、両面両面です。ウッパーソートイースーマン、ただしペーチャですから、ピンフにはなりません,ん。勝又ペーチャじゃないですかごめんなさい、勝又親ですね、ごめんなさい、失礼しました、ちょっと勘違いしました。うん、さあ、これでいいシャンテン。 一気通貫とドラ引きなどが理想かおこれは理想ドラ打っちゃってもいいですかま,まあ三層引いた時だけじゃないですかね、はい、多分イス入ったらねーーウース切って数層6キュストでリーチになりそうですよね九層も一枚見えてないわけだし九一枚見えてないというかイスチマいや来たバニーは見えてないし発願子になった今ンのリーチですこれはウースかなじゃあ一旦はい トピショーバありますかね。うんこの持ち点だとしづらいんじゃないですか。やっぱり。一発まるか。ない。パーソグこれ現物。ただね一数万とか数層六球さえたら勝負しそうですよね。やっぱり。佐々木が当たりを掴んでしまった。うわきついぞこれ。うわ<ー>受けた。うパーソグ薄くなった。ん受けたというか小さいはワンチャンスですけどね。はい。 そうですね通ってないパイですもんねあチーマン掴んだここ受けるいや危ないいったでも打ってるからね何切るんだウソロウソでしょうねいやもう一回これチーソの受けを残そうとしてますあ本当だそれだわウッパーソーはダメだけど本当だ本当だチーソーなら振り点でもいけんじゃねといけるけどただマンズはどうと何切るんだとさすがに無理 でもこれカンローマンフリテンですよ。なるほど。マン漫画でも打てないと。そうそうそう。さすがに無理と。いやでもこれすごいね、この受け。カンローマンだってフリテン残したんですよ。うん,う,んう,んうん。それほど五万とチームは切れない。うん、これだ。フ振り点転廃。まだこれ。え、これ積もるあるか。一枚ある。地獄だね。こうでも、こういう転廃がね。やっぱその、これで粘ってたら。ローマン積もる可能性あるわけじゃないですか。 何回に一回かは、ただもうチーマン打ってる人は放銃ですからね。終わってますよね。終わってるゲームが。終わってます。失点してね。いや、ないだ。これテンパンの。あ、フリテンだ。パンの。すご。わあ。でも、でも、いいぐらいさ。でもおかしくない。これは。チーマンだ。フリテンですもんね。六万と七万の街は。まあ、ただ。痛い。リーチ初ドラ。五千二百。いや、瀬戸熊にとっては、これは本当に曲が回ってくれて。 いいぞいいぞとだからまあこの並び順になってるわけですよね、うん、あのトップだけが不利にならないようにとそうですね、はい、一つまあそうですねまあこれはあの今のところトンバなんで、はい、みんな結構あの正常形状運転そうですね、はい、で打ってくるんですけど難波に入るとやっぱり変わってきちゃいますね見逃しとかもね入りますよねこの先、ね、ああすごい統一がめっちゃあるうわメンツができたしごろが見えるか今の親番のハイパイ 瀬戸熊なんちゃでなん統一ピンズで1メンツマンズも2面がある佐々木は3ピンがんこチーマン9ンが統一勝又はマンズでメンツが1つですドラはペー9かそうですね急走か数万かだけど数万は445のところはねマ、はい、ンズで2メンツできる可能性ありますからね 2>, 2メンツできれば単位は確定なんで普段あまり泣かない瀬戸熊ですがこの状況のなん統一いかがですか 手の形もそんなに悪くは見えないんですが、そんなにというよりもなんないって上がれそうですしね、これは。今デシュしねって言いませんでした。いやですしね。上がりそうデシュしねって言いましたね。やですしね。まずいな。いやですしね。やっぱ選抜されたかったらそのあたりもこれから <laughs>。選抜されたいんだったらあっちに行けでしょ。喋 <laughs> れないんだから。どうせ喋れないんだったらあっちに行かせてくれよ。<laughs> そ,うそうね。うん。ポンしますか。僕は,はし。まあしますよね。まあそうですね。し。 思想すごいしそうだけど普段あまりこうポンを好まない体質い体質のねうー赤さん決めたい決めたいよたいそれは圧倒的決めたいめたなんーポン,ノーポン <laughs> いやポンですよねしたいよポンしたい でもしないのももちろんわかる。だから二枚目はするんですかね。するでしょうね。同じ形で。いやでもさ<す>同じ形で二枚目ポンするんだったらさ、はい、って思いません。はい。思います。一枚目したっていいじゃないかと。でもそれは二枚目でもうなんかあんこらないからポンっていうのももちろんあるしね。うん。あとたまたまあの二個目がその瞬間で出てあ出た,た。泣かない。まあこれはね。泣かない。手配短くできないってことですか。だかねこっちはあのこの方がわかります。 だって別にこの局面ってんをあんこにしてリーチを打ちたいとかいう局面じゃないわけじゃないですか、はい、だから瀬戸駒さんの判断はこれ何本しても、はいあのー、上がりきらないなとか危険なことになるなっていうことでこうん、まあいうリーチが来てねうん、うん、どうすることになっちゃうからっていう理由でん泣いてないわけで1枚目のそれを順目が遅れて自分の手配が変わってないのにそのジャッジが変わるはずないんですよね。リリーーーチチたよ即カンパーマンパマ、うんうん、赤嘘を来て、ね、の イースーうわあカンパーマン順から料理されてるイースーソウは超強いじゃないですか。スウソウは一枚しか持たれてない。いやじゃあスウソウ三イースソウ二五一発だー。来たぞ。ドラ一四千オール。D 一発もピンフドラ一四千オールです。来ましたこんな。いやこれこんなさん勝ちて低な。うんマジ勝ち低。なんで勝ちて低かって。はい。あの一回戦目のね。ええ。あの九千六百。9, はい。 万のそうあれ6000ールで敵できてたらみたいな後悔ここに置いて行きたくない俺はでも AK レーシングの椅子ってコンボさんが座っててもびくともしませんねそれイコールこれもう象が座っても大丈夫みたいなもんですからね言ったらそうだね生物って一番でかいのが座っても大丈夫丈夫思いまんねいや今度いい手でしたよ確かに ドラガチーピンうわなんかマンズ多いぞんこれイーシャンテンだねいやリャンメンシャンテン、ね、<当>マンズでジャントがなかった気がしますマンズでジャントがないですね、うん、はい。えでも今ンノさん今すごいの引きませんでした数万引きましたよね数万いいですねほらウェーブ来てますよコンノウェーブここはイーシャンテンドラドラチートイーシャンテンでもこれ本一とかにしたくないですか でもチートならドラで3600千ですよ。本いにしたところで。あ気決まらんやん、そんな。いや、もうそういう話してるんじゃないのよ。そんなこと言ったらもうダメ。いやいや、うほら、これは嬉しいよ、ドラ重なれば。引くのよ、引くの、ドラは。えっ、トンからいったらトン、トンからいったらトン、あと9万も2枚あるから。 行きたくないいや行かないでしょだってさっきの手で行かないんですよあとあの1回戦のカンローマンをピンフにしなかったんですよこれは行かないんだねあ,あればねうんまあこれはパーピンなんかなどうだろうえでもさ初初あシャーがに握れでしたねいやこれはもうちょっと瀬戸駒さんの準備が良かったねうんなるほど、うん、っていうかもうパーマンですもんそうですね打ってる範がもういっぱいたりとも行かないぞとそっちでやってくれとうんうん、うん これはもう準備ただそっかこれパーマン打っておけば相当チュンまでは遠いかいくら遠いとがろにても遠い遠いだって9万2枚もあるしだからパーマンとかがねいいですよねんかねもう準備してるぜとしてるあポンしたいねで3層ね親番なんとかつなごうとこれはまあ リーチ来てるしはいさあリャンウソのポン、えー、テンパイが入りました今野です3品のポンこれでもチュンの未来ない 1>, 1枚だと佐々木が来そう今2面三面ちゃんチュンがどこにいるかリャンウソあるねごろもう危険範囲、はい、だらけになったあでもチーマンも通っちゃったかうわいった中筋か なんかずですね、うん、リアウス5この後ですよねシャーがあってシャーがあってシャーがあってうわでもドラだいくいくしかないんだとドラがあってドラも取ったまあ、うん 大丈夫そうですね。これは。でイピンも通りそう。いい、うん、ピン通ってますね。はい。大丈夫そう。これ九ピンくかな？ワンチャンス。いけないよ。ドラマタギ。ああだっていけないと。いったー。嘘だろう。すごい。いやーどうしちゃったよりあん嘘。あと四枚。ああこれパスオ関係ない。チュンなんかまだ一枚いるからね。 今のチューンはもう止めれないですね。止めれないけどリアンス四枚ですからね。四対一、四、はい、対一はどうよ。四対一はよ、五回に四回は四よ。あ、三対一。リアンソだけは止めてくるんですね。なるほど。佐々木さんはリアンソは現物なのに一人の通ってない。いや変えたくなるなー。三ソが通ってんのか。そう変えたくなっちゃう。でもダメだ。これね、三ソったら上がれない。終極狙い。 三相がゼロか。三相だね。あ、ごめんなさい、数相だね。打ちたい。はい。打ちたい。申し訳ない。この順目で三相で受けても持たないもんね。あの、リャンピンリャンピンとかなっちゃいそうですね。だったら上がりで決着つけて。とはいえね。とはいえ。これでチュン出たんじゃないですか。てか通り過ぎなのよね。いや、出ないでしょシャアで。いや、これチュンの未来が。あ、これ勝俣のチュンの上がりの未来が出てきた。だって、さっきまで一対三だったんですよ。 でもこれで1対1なるほどねイースーチいピン振り点振り点テンまあまあまあでもこうなりますよね打てないもん打てないということでいやでも勝又未来出てきた他通り過ぎだもんなまとまる両面って残ってな回んじゃないか<だ>、うん、でもこれ両層使うからどうせ上がれてない うわむご,、ね、むごいねむむごいよむごいいよんだけどなんか展開はほんと瀬戸熊さんって感じ展開は瀬戸熊あ展開だけで勝ってるっていいですかいや違うそれ俺と瀬戸熊さんのそれ崩れることないから <laughs> す<ご>いそれでパクるじゃん俺のそれで俺の一番のやつを今日今日一のコメント取るじゃんいいからさあ何の4曲おやわ瀬戸熊まあ確かにでもしっかり受けてる曲が こう瀬戸熊にとってはいい形で終わってますね。そうですね。はい、だから今のもね、準備できてなかったらチュンね。はい、チュンだけ手残りとかしてたら、もうチュンしか打つもんないですからね。確かに。<laughs> さあ、ドラはく。こいつが多めか。いや、二つか。かつ、または悪い。あまりにも悪い。瀬戸熊、この親も無理しないですか。 うん、できることなら加点したいのあまあもち,、まあ、もちろんそうなんですけど、うん、例えば相手から生きてかなりこう今守備的な戦いを展開させてるなという印象ありますが親番でも同じような感じになるのかどうです残り、まあ、この局入れて最短で5局。 リードは2番手の今度とも、まあ、大体4万点ぐらいの差がついてるわけですあ勝俣か、うん、4万点ぐらいの差がついてるわけですよね。4万手の貯金があれば気,気づいたらでも、うん、瀬戸駒さん以外、はい、みんな持ち点並んでるんですねそうなんですよそれはもうこうみんなもぐらたたきやっててこの人が上がったらこっちが上がってあっ <laughs> もぐらたたきいいシャンテン ののおーおおお来た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 名乗りを上げてきたね。うんここで国取合戦に,合戦に我こそはと <laughs> 一旗羽上げて帰るんだと A.K. シ A.K. レーシングを持って帰るんだと A.K. レーシングというはいあ,あの何、えー、大将首をね <laughs> いやでも A.K. レーシング持って帰ったらあのさキスサキ,サキさんもニコニコじゃないですかさキクさんが C.M. に出演する可能性すらある。ふかふか座ってさ <laughs> で、で伊沢さんは正座してる。正座して <laughs> 目の前で正座して。<laughs> 関数満点テですね。イペイコ赤親番ですからね。三千九百の加点大きいですよ。大きいですね。これ打ちたくないな。二千オールは全員と八千点つきますからね。あーでも数万打ったあーなっちゃった。数万だー。いや<ー>ちょっと勝ったの手がね。マジかみたいない、ね。 3900の上がりこれね効くんですよねこういうのが勝又から直撃ですから8,000点近くの差がつきますさあと、えー、んどん4局一本場面白いですよねマージャンって今の勝又さんの一段も、えー、先にもうあのリスク回避のための数万打ちで、はい、ほぼほぼもうメンツでは諦めてチートに決めるから、えー、もうここで。 メンツでは切ろうってことでね、数万、うん、先打ちした数万が当たっちゃうわけですからね。<laughs> しかも当然勝又からすれば、まだ誰も転廃してなさそうだぞっていうタイミングで切ってるわけですよね。そ,ねはい、それがロンになった時に、ちょっとね、手がね、うん、うっ、ねはい、あの手がピタッと止まりましたよね、<laughs> やっちゃったみたいな。佐藤の予告一本はドラウースを、瀬戸君はまたチャンスですよ。もう一声、もう一上がり来ると、かなり優勝が近づきます。 決勝進出2つ目の椅子が今近づいてきていますこの曲もちょっと良さそうなみんな大変そうですもんね今のか赤馬あたりをお いいいやででも赤ウマン絶対使いたいですよねそうだからパーソーか球奏かはい球奏切ってウーマン伸ばしてとそうですねパーソーとかスーピン引きたくないっすねい,いやもうほんといらないねそれは本当にいやパーソーとかスーピン引いたらでもリーチになるんですかやっぱりドラがそうそじゃないですか、はいはい、ドラ積もるみたいな感覚でなる可能性はありますけど。えーうーん まあ間違いなくうっ外した、はい、ス数ピ,ピ,ピンですよね、はい、赤ウーピン引いたりしたらね<え>赤ウーマン切って三郎ピンでもいいですしおうまいチートイツになっていくーウーマンとウーピン残してますけどこれやっぱもうシンプルに赤狙いってい感じですかほんとシンプル。 ウーマンとかウーピンなんか全然いそうにないですもんねはい自信があって残してるわけじゃなくてもう行きがかり上高打点の種とそうですね本当は急走とかの方が残したい範囲ですけど僕なんかいやもうどっちかちゃんと払っちゃうかあそれもあるねうわいやい聞いたよいたよこれはまずいねまずいねこれ決められるとちょっとまずいはいリアンシャンテンですね手はスッパーもやだ ーソーかもう決めたイペコあーコンあごめんなさいチート一に決める両面両面だが赤うまんが出てって出てってしまう順目も順目ですからねいよいよ今度ももう外すた余裕はないかもしれないいやー一番くだらない一番くだらないねほんとやだだけどな打つ気ないかおいや見てなこれ上がんないんじゃないですか でもこれで上がるこれは上がりますねうわだって両面チーだよあ赤ウーマンチーか12000円だからうわこれは上がるわこれは上がらない嘘ッラきたでもドラはあと1赤があるっていうかリーチかこうなったら今野さんはいどうせこれ上がるんだからあうんリーチだこれローピンが出るる可能性あ6級ピン通ってて数ピンこれワンチャンスだ 切るなら数ピンかもしれないですけどねちょっと現物ですもんね3ピン引いてこれればはい3ピンこれ当たりはいいやでもこれスチーピン引かれたらあスチーピン引いてきたらローピンが出ちゃうあ,あ,あごめんなさいロ,ローピンローピン、うん、サブローピン引かれたら今度めっちゃピンチですねサブローピン引かれるのだけはきついけどいこれほんだこれ3ピン1枚しかないあ違うサブローピン0なんであ一1切れはい この手代わりあるこれはもう瀬戸熊降りないじゃないですかあこんな話ありますドラ通ったタイミングでどんだけ声裏返してくるこんなことあるウーピン1こんな出ないテンパあるねウーピン1でサブローピン0いや決定だよ5パーパーはでもこれ瀬戸熊でも降りないかもだって赤3つ見えてるんですよでドラが 下りないね下りないつもぎりしないもんしたら確かに降りた降りた謙虚へえ結構高いパターン少なそうですけどね三色だったら絶対緒1でも、考えとしてはあの例えばじゃ闇天漫画にしてたんだけど相当通りそうなんですよ今ってもちろん。 闇天漫画のパターンが相当少ないと思うんですよ。うん確かにリーチ打ってね跳ね出来上がりたいんですけどだけど。っていうか闇天の漫画のテンパイが考えづらいちょっとドラとかが見えてるからねドラが4枚見えてて赤も見えてるからまあもちろん考えづらいんですけどまあ万が一ですよ闇天にしてたとしてね取りたいからだけど動きが入ったからリーチするみたいなあ来たテンパイたよ天ン来たよなぜかテンパイしてるリーチあるかな。 パーピンとパーソンパーピンちぎれいるいそうなのはパーソンの方なんだけどパーピンが切れるかどうかでもパーソンの方が無理だな、うん、パーピン短期のは点パーソンパーピンも変わらんいやこれも数スーピンかなうんここはもうテンパイもいらないとそうっすねだってこれトンバが終わった時点で瀬戸熊の失点って2色うわ道きたやめて一発山一 サゼロピン0パーピン1パーピン11枚ある1枚ある,枚あるこんなかっこいい配達もないでしょ上がったらな,なんだ のパソンだったんですよね分かんないけど僕の目からはですよ僕の目からはいそうなのはパーソンだったけど実際はパーソンパープも山一だったからそうですどっちも一枚でしたいや結果やばいだから多分勝俣さんの目からはどっちも一緒ぐらいに見えてたと思うパーソンもそんな良くないと思ってたはずええでも瀬戸熊としては助かりましたね2分1ねこう逆の方行ってくれたんであでもあれか今野さん手出し急走ですもんね 急走で出してましたもんね。パースを切るか急走切るかみたいなこと言ってましたもんね。うん、しし急走で出しだったっんで、ね、す、はいうんじゃあ、かなり一9敗とか打った後に急走で出しだったから、<ー>立ち固まってること多いなってことで。急走が関連してるってことですね。うん、お、佐々木ですよ。難入しました。ここまでは一応瀬戸熊のプラン通りに進んでますよね。いや、もうなんか。 プランっていうかもう最高かなんかさそういうのじゃないじゃんでも瀬戸駒さんいやないのよそういうプランとかじゃないじゃんわかるわかりますそういう選手じゃないもんねどういう選手か武骨さだよねやっぱりねせんべいで言うと一番硬いやつね塩味だよね迷ってみればはい選手をせんべいで例えた人初めて聞いたけどャンの白鳥さんがどっちってこう濡れせんべいみたいなね でもねあれ濡れせんべい好きな人いるんだよね僕もね最近ちょっと食べたりするけど、うんまああうせんはね、うん、あのやっぱ味わい深いから、うん、コクがある感じになりますね本、はい、野さんなんかもうせんべいじゃないかもしれないこう雷おこしみたいなさなんかそういう感じじゃないですか <laughs> 雷様じゃん <laughs> それは,様ではない <laughs> 雷様ではない雷様ではないです いやーカウピンだけはもう絶対使うからどうしようって感じですもんね、はいうん、さっきとなんかちょっと似てる,似てるイメージは似て,似てますね先ほどもありましたもんね、うん、でもねここからは焦点は親番の人なんですよ、はいはい、親番これ落ちたらかなり厳しくなっちゃうんでもう定期的になる、はい、もう条件相当できちゃうじゃないですか、うん、きた ウ使た佐々木さんでいったら点差でいうと今4万4千点差点差、はい、大体、はい、じゃあこれこの曲もし落ちちゃったらあと3曲で4万4千点差ひっくり返さなきゃいけないんで、はい、そうなるとマンツも3回じゃ全然足りないしうんあのこの赤が入ってるルールにおいて勝間さんが言ってたんですけどうん、うん、リードしてる方の一応な、まあ、目指したいポイントっていうか広げたいリードの差は、うん 曲数 ×8000 点なんですってへえ、なるほどっ勝又さんは言うんですよじゃあ赤いりでねじゃあ今もうリードしてるそう,う,、ね、そうなんですよで瀬戸熊としては今最短で一応4曲で4曲 ×8000 点だから3万2000点のリードを持ってると一応一つセーフティーなリードなんだよって勝又がこう言ったことあったんですよなるほどなるほどなので一応その意見を三あの考えを参照にするとそこには到達してると、うん、いうことですね、うん、なるほど ささきましたねだからもう曲数を減らしていくことがねたとえ少しの失点でも失点なら構わないという感じでうん、うん、おいいシャンテンきたけどどうちょっと形はねまあ行き通過にはも相当なりづらいのでパーピンキューピンの重なりですよね本命はローピン引きだけはいいらないですねローピンはもう捨てますね <laughs> 捨てます あとウーピン引いたら一応もうカンチーピンでそれはいきますよねもう打点が折り合いつくからでもその時ってカンチーピンとペンチーピンどっちにするのがいいんですかうんそんなに変わらないんでやっぱキューピン切リリーチじゃないですか情報出さないためにもまあーピンならポンをされることがまず絶対ないですもねに相手からチーとかロンとかも入りづらいはいこのチーピン危ないですねちょっとおっきたリーチ先に打てた6ーピンこれ6ーピン危ないじゃないですか今度が危ない けれども、パーピンカスタナリとか、キューピンないけどローピン三山、ローピン三山よ、ひさちゃん引いてきたよひさちゃんは、単ヤあいなくなった一枚、いやーこれ一枚これ繋がってるパターン、ね、残り二枚？ない、うん。ローピンなら単ヤの方が確定してますからね。打点的にも悪くはないぞ。てか今野がローピン引いたら、今野ローピンいらないっすもんね。キューピン切っちゃうかもしれないな。ローピン引いたら、うーん。 ローピン引きはもうじゃないもんやめ、うん、やめまであるよこの順目はそうですね順目もね大事ですからねこれ9ピンが重ならないんで今度は結構きついですねいやーやめーか厳しいいやでもパーピン9ピン打つがあるかいやあないやんないさすがに足りなすぎますねうん順目がねとなるとローピンがあと2ですか2ですね<ー>9ピン02 初またいいシャンテンで粘ってるぞまた一発敗退狙いがあるかもしれない瀬戸熊としては積もるなと願いますスーピン取ったここで転配できれば、はい、ダメか遅いよねでも打ってたからねほんとだうんこれ6球ピンローピンだあと2枚ある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 よ2枚あるよダメ さ天敗入るかスーピア通ってます入らず流局です瀬戸熊にとってはこの親に上がられないことが大事リーチを受けた中ではまあ一番悪くない展開かもしれませんさあ京拓さん積み棒さんさあなんの一局は三本馬京拓が三本 ドラは嘘ですいやあ、めんつない。中ちゃんパイは多いが、いやあ、楽じゃないぞ。これ結構大変じゃないですか。うん。ま、周り次第かり次第いか。ああ、いい。いや、よくない。どっち <laughs> <ー>、ちなんだこれ。いい夢がすごい。夢がすごい。い夢が すごいけど、どう?。いや、でも、安い手にする感じないですもんね。そう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 、そうなんですよ。だから、おそらく。そう、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 そう。いったじゃないですか。一応、トンからいったじゃないですか。だから。本当だ。普通のメンツで見てると思う。じゃ、これ、初かあ。これ、リーズも。リアクドライチ。とか。リーズも、まあ、三、あ、三個、三個ありますからね。はい。そうですね。まあ、今度からすれば、佐々木と勝又の親を。 消しておけば最後はクセのマと一応手に持ち込めるっていうのを結構あのよく言うじゃないですかす、ね、そうやってあるんですけど、うん、じゃあその曲潰して、はい、そっちの方が勝ちやすいのかどうかは微妙ですよね。そそもでも、はい、別にまあ要は1対1で1回負けたら終わりですもんね。 そう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 では6勝0敗ぐらいまでいかないとそうダメな,なんだから、うん、1局、うん、潰さないでこの曲やっぱり加点することの方が勝ちやすいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、ということはこれ本一とかには向かいませんでしたが本や地して上がるっていう感じは今のところなさそうですかあの白1枚目ポンとかしないんじゃないですか、うん、はいペーチャでもこれをポンしたら結構安泰なくなるねっ だけど二枚目ついてたら、あ、ポンした。一枚目からいった。失礼しました。でもこれ打点が見えますもんね。まあドラ、周り引けれ、まあドラ使えたら五2からありますよね。使うんじゃないか。意地で。例えば急走やスーピのポンしてウーを切るっていうのはなさそうかなと。うん、今のなんとかもね、ね大民間してもおかしくないくらい。はい、確かに。うんあ、だからそもそも京卓さんのね、3本馬だし。はいはいはい あのこれ上がって詰めとくのも全然別に普通ですよねなるほど、うん、加点としても十分だしむしろ良くないのは、はい、ここで見切りつけられなくて外駒さんにさらに広げられちゃうのは良くないうんだ取るかあこれはいやーやだねいやこれはラズカーホにしたなるほどなるほど数万あでもリアンもよく見えますねこれやっぱりでも普通は三層ウーを打つのが一番上がりやすそうなんでそうしたそうだけどうん しかもこれリャンウマンを捨ててシャンポン残したんですよねはいはいはいカンちゃんはドラ含みだから残すもありそうでしたけどいたいて。マジいてシャンポン部分ではなかったのはこれまだ最終的には例えばトイトイとかそうですよねマックスでいうとトイトイ三あんこうヤクヤクドラドラとかもありますからこれですねこれで例えばウソを重ねてとかはい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 あれ ウー二枚あるよ。えこれ急走ポンしますところで。急走ポンしたらハねマンじゃないですかヤクヤクトイトイドラドラ。うん、ポンしますね。しますよね。はい、あ、あこれトイトそうか。これで打点がアップ。8000い敗。狙い通りというか。ね。これだからラウンマン払ったのが、ここに、ね、狙いがあったってことですよね。そうですね。これ急走とか結構出ちゃうんじゃないか 層も危ないか。か結構危危なくないいですか危ないけど、はい、でもリャンウーマンのリャンメンターツ払ったのが見えてるじゃないですかあー確かにあのウーマンは失敗しちゃったんですけど、はい、いやだからトイトイだなって感じなんでああそっかそっか休想もありえるとだからこれこれ逆にローピン3ピンすごい打ちやすいと思う2枚ずつ持ってい。そして3層9層のシャンポンはえ 嘘これ層二あるよ。三 <laughs> 層二ある。九層一。マンガンはい。三層二はでかいな。んあ、もうマンズ壊してますもんね。はいはいはい。そこに割って入る選手いるからね、ここに。はい。もう佐々木は降りれませんからね、この曲は。 転廃して上がるか今度に包丁するとこまでいきそうです親が落ちたらもう勝ち上がりは厳しい3層9層つかんだらおそらく止めれないまだ3枚もある佐々木が今消えてしまうかもしれないぞ佐々木さん AK レーシングは持ち込みしかもしれない <laughs> 佐々木さんはい。 いやあ引けないねなんで引けないこれ2人に積もってますからね事実上言ったらねい3ピンの方3ピンの方おお粘りにいったこれどう出るどう出るほんとに流れそう流れてないチいズがテンパってるテンパったロウソウ短期ここに2枚やぶねえかロウソウが出ちゃうある1枚あるよロウソウは。 てかこれ、今度がロースを掴むとかっていうそんなバカな話あるの <laughs> だってあるよね <laughs> あるあるある3対 1? 確率,上確率上あるあるよそんなバカな話ある瀬戸駒積もるもあるもんあるあ、悔いながられた止められないかどうだいや最終手出し、ウソ、ドラ両面払って最後ドラえ、なぜなぜなんだなぜ本店だえ、なぜえ、なんで スッチッソだったらスッチッソのままにするってこと6級スッソーとかもないってことなのかなううかいや、別にあるでしょいや、あるでいや、だってスッチッソからの、はい、あっ、スッチッソからウーツを切ってローソーとのシャンプーにしてる場合はリャンウマのリアンメンタトズ払いがちょっとおかしいとかそういうのもあるのかなでも、いや、でもいや、それおかしくないおかしくないか、うん、確かにシャンポーの…え、層つまりないよね、これ、また

うーわ、全員天敗だって。なんだこの曲何、これ。キモい。キモい、ね。キモい曲。いこの。この終局図見て。この風呂。この風呂の感じ。<laughs> 気持ち悪い。ね、気持ち悪いですね、これ。何、これ。いや、だって、瀬戸熊のね、三層と老層の選択。うん、今度の、白一枚目から、ポンのトイトイ勝又最後、チーして、パーソー。そして、四本場供託さん。 いや3層9層山さんでしたけどね,ねさあドラは3番い,いやーきついな,いな1メンツあるかでもすごいなああチャンス入ったこれはいいね1メンツ2面2面今度も1メンツ瀬戸熊はこの2回戦まだ1回曲がってません、うん こういうので、結構精神的にジリジリ来ないですか。ど、どっちが上がれないみたいな。ああ<ー>はい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 。そうですね。うん。そっか、労組を切らなきゃよかったかなとかですよね。自分のテンパが欲しいわけじゃないですもんね、今も。うん、親を流したいわけですもんね、うん、一番は。うん、確かに、確かに。ああ。例えば、労組金内で、なんか、まあ、適当な配って返してたら、労組が重なって、酸素短期のテンで張り返してるとかね。あ<ー>、<た>そっか、そっか、そっか、確かに。そうですね。 違うのかな。そう,だよ、ね、そうですね一番はとにかく佐々木にテンパ入れさせちゃったことをかなりこう悔いてる気がするんですよねからリーチ来そうですもんね。うわ来たよこれきたねっ両面両面ラさんだけど佐々木さんももう両面両面ですからねなんと瀬戸熊さんが置いてかれてるからこれこちら佐々木完全インシャンテンですね勝又はリャンウマ万6九万 も引いたいいシャンテンだペンチリャンメンペンチリャンメン瀬戸熊はかんいやでもこれで瀬戸熊も一応いやかなり狭く受けてますよ狭くしましすねいや勝タ打点大チャンスいや今野さん取てよこれジンちゃん3色とかまであるからね、はい、確,かに確かに確かに確かにドラの3万あと1枚かこれ引きずり出したいからやっぱウーマンローマン払ったりすんじゃないかなうあ選択 いやこれね本当は3万いいまん払いたいでもドラドラだけど払うと思う多分勝俣さんは嘘だよそれはないってなるほどね絶対払う絶対払うリアウマンは払わない絶対払いますいやさすがにちょっといやだってそんなにいいかどうか今精査してますけどでも3万いいマも考えてます絶対にあ今ピンズとマンズの上を比べてるじゃなくてリアウマンそうそうこれもこれもあるはい いやでもやっぱりね打点必要だものいや必要なんだけど1枚切っても別にピンがまんは漫画だからねそうそうそういやでも羽マンだからいや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 そこじゃないんだよそっか何リーダーな君はすいません確かにリャウマンはね自信持てないよ俺だってそうだけどね俺とてね俺とて俺でも分かるもうそこはリーグの問題じゃないもんそうかそうかそうだな 俺はもうどんどん悪くなっていくじゃんリアウンマンなんて降、うん、りる手じゃないからシャーですかもうすげーなこれも今シャー残そうとしたのえやだから数層打って数層伸びたらまた三万いいマン行こうかなとかですよね、はい、リアウンマンが悪くなってきちゃったからまた一つ悪くなりましたもんねまた一ついやでも佐々木全然ってああここはちょっと形決めた でもさすがに数層打って数層じゃあずっと残しとくのかっていうと、はい、ちょっと無理あるよな無理無理無理とてもじゃないゲボデルそんなの<ボ>そんな数層持ってんの気持ち悪いもんだって差ーツ変えてドラマで切,ろ切りたいのに切るのにそんなの持ってられないよ確もう武骨に持ってるのはこうもう佐々木ぐらいですからねこれは、うん、スッーピンの <laughs> もうよくわかんない受け全員に危ないスッーピン <laughs> 見てこの化けを。 この全員に危ないやつ。さすがにチーム先に打ちたくなってますもんね。<ー>こ<れ>打ちましたね。さすがに打ち込んだら何もならないと。これ今度のチーマンも結構きついですね。もうそうなんですね。はい。いやおそらくセドクマそろそろねもうしっかり受けようっていう気も出てると思うんですよね。<や>さっきのこともあるし。そういうとこでねふっとね打っちゃうときあんのよ。はい、うん。精神的に。生天か。終わり。何枚だこれ？一二三。 4、5、6、7、1枚。でしょ ?1 枚。じゃあ6級万だったらどうよ。6級万だったら4枚。3枚か、3枚か。これの差なんですよね、言ったら。しかも、これで仕上がった場合は、ローマン引いたら打点、ね、跳ねあるし。えこんな3枚くるなんて。これはしょうがないでしょ。でも6級万も1枚になってる。結果ね。だけど3枚の引くのと、うん。いや、それはね。 優勝すするんんででであればね、ここうういいところで2枚引くんですよ。いや、そういうんじゃないか、ね、あ天敗だよ9万打たれたじゃんほらでしょこういうことなのよ麻雀っていうのは違うでもチーマンパーマン払ってなかったら佐々木も想像の2面払ってますもんあ<ー>おそらくだってウッパーマンと6級 P にしたはずだからこれ天敗すら入んないよいやわかんないもう,もういいそういうのじゃない <laughs> ソニョの超えた戦い,超えた戦いもうで6級ンはところで面白い単純に6級ンって何9に？29ン 2, 2>, ピン 2? ローピンが24だよ4だよこれ4四。リャウマンが11がでもこれ決着つくパターンじゃないあと1回ずつ一回ずつえ何もう静止画これ静止画じゃない静止画だ 完全にせい。あ、びっくりした。<ー>今もう。動いて。<laughs> ワイプの勝ツさタサでピタッと止まってましたね、今。<laughs> うぅぃすんの決めに行きたいからね。つもばんないからだね。なる,なるほど、なるほど。いやしかしここはと。そっか、つもばんないんですもんね、自分の。うん、でも、ここハいテンだったら流れるから。うわーローピンだ佐々木。一ラドラ一枚。 12, かよでこれ強託全部回収でしょいや相当迫ったでしょこれリーチピンフハイテイドライチ1万2,000は1万3,200で強託が全部で今4かな、はい、あもう6,000のまくりだ。いやー 24, 2万4,000差約2分9三九さ。だけど、はい、例えば今のとかでもリアウンマンと六0マンのその枚数差だけじゃなくて2万、うん、ウンマンより六0マンの方が使いづらいんですよね。 だから相手から打たれやすいとかもあるから、はい、これ6000ウォンですこれ6000ウォンですよ,こですよ吐きそう,きそう <laughs> 普通には普通には<っ>ハイパイ、うん、うっぷってきた初めてハイパイ見てそうなった人生で初めて <laughs> 人生初めてハイパイでえずいたえずいた いやー、だって瀬戸熊も全、ずいぶん上がってないですよ。いや、俺も本当一言で言ったら。うん、俺もマージンやりたいよ。いや、でも。うん、ここ選ばれた人じゃないと座れ。そうだけど。戦いの場の AK レーシングには。うん、ああ。この椅子で、俺はこの戦いしたい。この椅子だからこそ、引き出せてる可能性あるからね。この力。ポテンシャルをね。なるほど。最大限に。限にこの椅子に座ってるから、見せれるプレーってあるよね。あるあるある。ある この椅子に座ってるから、できる実況ってある。やっぱりこう。噛みまくってるけど <laughs>、えー。それやっぱ野球レー,ー、ね、いやーでもね、瀬戸くはこれ多分結構ね。じれてる、ね、線引きを相当深いところにしちゃってるから、自分で流しに行くのは大変なんですよね。確かに今のも小層ですもんね、はい。相当もうここは打たない。まあ、超いい手じゃないといかないっていうのかな。うううんんん。 ハイぱいでガッチリ決まったような手じゃないとこれは行きたくないいやでもこれチーソでしょなんででもチーソー横伸びあるよカンチーピンに一抹の不安がないいやある不安しかないよでもそこに線を引いたんだよ瀬戸熊はこの最終戦いい実況だなそこに線引いた以上それを超えれないわけよそこボーダーラインだけどそのボーダーラインをやっぱりこう状況ごとに変えていかなきゃいけないわけじゃないですかいやチーピン先に打たれてねこれもんだってあと一枚しかないんですよチーピンもうきついね地獄地獄のチ それはね確かに今おっしゃった通り、うん、毎局そして、ま、点数が動くたびに変えていくべきことなんだけど、うんうん、もうね多分どっかで腹をくくるタイミングまでいけないと思う、うん、これが多分人間なのよ<あ>もうまあそうだしスタあいやでもこれだったら先生リーチね本一で来きたかったですけどね近藤さんもねこれはしょうがないでも助かったから瀬戸隈さんが逆にそうですねこれ相当本一をね見て進めてましたがまあしょうがないいや分からんいやでも佐々木はどうせ行くんだから行く行く レッツゴーなんだよ。レッツゴー、え誰も持ってないよ。四山これ四山。<laughs> なんで今度のシャンポンのね、山の濃度の高さがすごいのよ、<laughs> さっきから。う,うわー、あーここまでだ<う>これは瀬戸熊にとっても嬉しい上がり。ウラ<ー>さーん。<う>全部瀬戸熊。全部瀬戸熊。全部瀬戸熊。オール リーチドラさんは8,000は 95?5 本場は9500これで佐々木きついよただ今野さんに残ったねちょっとやっぱり今野相撲じゃないんだから残ったそういう言い方やめな土俵際に土俵際に残ってるギリギリね徳田原でこられてるやめなそういうの本当に怒られの解説よくないぜ選ばれてないんだから本当に ここから全部俺じゃないからね解説 <laughs> ちなみにちなみに言うけど, <laughs> うけどいやーでもこれは瀬戸駒にとっては嬉しいですよねだからこれでまた条件があって、はい、やっぱり佐々木さんと瀬戸駒さんの差が今3万3,000点、はい、あでもさっきより縮、ま、だいぶ縮まってるのでま,る、はい、まあマンツも3回で ちょっと届かないぐらいなんで。マンツマンツツそうでも、ね、まんつも羽根つもとか。はねつもがどっかで必要ですね。うん。うん、順番はとあの、いいですけど。はい。でもいいんですけど。そんな感じ。うん。さあ、そして勝又にとってはもう、おりがない親番です。おりなしね。はい。いっぱいいっぱい積もる天気からが入る。さあ、そして今野。でも、三万点差なら、一対一の方がいいかな。うん。え、今野さん。はい。 だっってさっきは5万点ぐらいい離れてたじゃないですか、うん、5万点で1対1やったらそれこそ本当に6勝0敗とかでいかなきゃいけないけど、まあ、そうなんですけどやっぱり勝俣、うん、さんも、はい、瀬戸隈さんから取りたいわけで、えー、もしかしたら勝俣さんのね早いテンパイに、うん、瀬戸隈さんが飛び込むとかもあるわけじゃないですかだから難しいんですよ確かに勝俣の親が続けば続くまあ続くイコール、うん 今が勝又に報酬しない限りは差が縮ま必ず縮ま必ずというか開くことはないですもんね、うん、縮まる可能性だけがあるあいやただ差が開くケースは瀬戸熊さんが上がっちゃうっう,の開くそうですね,そうですね、うん、確かに確かにだから瀬戸熊さんのリーチに対してはぶつけてもいいと思うんですけどとか自分がある程度こう高い手、うん、なるほどね、うん、だからその先手で裁くことが必ずしもいいのかって言われるとちょっと難しいですよね、はいはい、確かに。 のリーチとかじゃあこの勝、うん、俣さん今カン・チーマンとカン・スー・ピンの3色のいいシャンテンなんですけど数万リーチ打った後に数万が通ってねチーマン瀬戸熊さんが折り打ちしちゃうとかそういうケースもあるわけでそ、うんはい、したらね曲も続くし点差も縮まるしラッキー、ね。 とということは瀬戸熊に来させないように勝俣の攻撃が誘導できたらちょっといいですねなんかでもねそういうそれはちょっと難しいですよね難しいんだも、ねうん、難しすぎそのプレイングは、うん、いくら AK レーショングに座ってても座ってたらできるかもしれない,い<や>座ってる人たらできるかもしれないよおいやこれまあいいピンでしょうねそうかとにかくガ願、うん、クラスを決めてー確かに AK だといける いや、AK、レーシングが座ってると結構そういう力出てくるじゃないですかそうねはい僕も今日いつもより噛んでない気がしますもんそれで <laughs> それでポテンシャル引き出してそれ <laughs> いやリーチあるかこれはリーチだね勝俣の現物決めたいねいかないこれはでも行ってたらこれ来られまくってますからねまあ佐々木と勝俣には絶対来られますよねそもそも佐々木さんにめっちゃ来られてる,るうわでも掴んでたようわー だ。まあ1回は例えばあでもローソウ打ったかもしんないねいや打ったかもだっておや続けなきゃいけないですもんねいやこれがまたどうなるかよねってことはこれ勝俣天杯入るねいやいや助かったものは天杯入るシステムだから止めるかどうか止めますよね多分止めますよどうう。なんだろいや止めるでしょだって8000打っちゃったら結構危ないよ

だけど続けばいいんじゃないですか続けばいいもう瀬戸熊さんが降りてるの分かってるわけだから、はい、だからこういうので例えば近野さん展開取り切れる、うん、瀬戸熊さん能天とかになると、はい、また縮まって一曲ねそうですねとかなってくるわけでうわ数ピンチーピンじゃないこれもしかしてどう打てんか数万かもしかしていや9あ九万は万頭は佐々木に打ってないのか数万だこれ二万は勝俣に取ってる ピン取ったチーマンはあと1枚ですねこれ今ノさん数ピン打てるようになっちゃったんですね打てるうんなるほどなるほどあと天敗のて大きいからでも報酬しちゃった8,000まあ親番残ってるか,か最後2万勝負ある,なあるかなギリギリチーマンチーマン,チーマン打った天敗よマンズしたもうさばいてるとでも2万はチーですね 1> 本は1切れいけないかまあいかないでしょうね、うん、これはねうわっまた天敗いや積もってたかってなってる説あるあなるほどねただ実際は7万あたりですからね当たり当たり、うん、いやあ三郎僧のリーチどうだったですかねおそらく上がれそうですよね勝又からまあなんか上がれそうですよね、はい、なんかというか多分上がってると思うんですけどええー 佐々木できずまあでも悪くない,、うん、くないこれはこれはもちろん勝又悪くないし佐々木今野,野にとっても悪くないです、ね、悪くない,くない,くないもちろん瀬戸熊だけが嫌なわけですよねレンちゃんはい,いやー瀬戸熊三郎宗リーチどうです AK レーシング座ってますからね <laughs> いけそうですけどねいや,いや逆にあれじゃない、はい、落ち着いた説ない ふふかかしす座り心地良すぎてはいちょっとあの座り心地が良すぎてどう猛さが消されてる <laughs> 可能性はあるはいランスワンコ<ー>ドラウーピンーウーピンあったぞツーピンだ全然ないや <laughs> ちょっときついかなでもまあなんとかするしかないきついきつくないじゃないなんとかするしかないんだ があいやこれンいくかないくでしょもうこれこそいくでしょもうトンからでもいきたいもんこんなね。でもトンからいかねえな横浜さんだし行くわけないいかないいかないなんだこれうわ来たよきたきたきたこれもはトンからもいくんじゃない へーこれポンポンの<え>しかも漫画なんで「パクトンチュン打点十分曲な、うん、流せる最高だね最高これ字とか<じ>いやー出た、ねねね、出た出た出たこうやっとくとね本一に見えづらくって上がりやすいってことですよねたこれシャーいくんじゃね さすがにパーそうだなまあどっちでもねこれは結構目立たないから、うん、ああそうすここで出すことが大事なんですよね多分そう出すことが大事、はい、だからこれでね例えばじゃあ次変なマンズ持ってきた時に一回シャー打ってとかもあるし、うん、はいはい変なマンズね変なマンズもう何でもいい大、うん、ト虎よいやこれとんちゅう危ねえなここで引かれたらいきなり終わる、ね、これねローマンとかもね例えば残しとくとより見えないとかねあでも6級ピンがそんな楽じゃないなただこれそんな ここはそうまでして、まく必要なくって。はい、うわー、ーこれは飛んだわ。ペーから。あ、でも飛んだ。引かれたら終わり。トン危ないしかも、それ今野さん直撃。え、すご。これ六九ピン、めっちゃ薄くなったよ、一枚ずつ。本当に。本当。でも、今野さん、トンも移しそうだし、六九ピンも移しそうじゃないですか。トン重ねるっての。トン重なりは、すごい嬉しいよね。倍満の印象って言うんですよ。 佐々木ち含組ですからね、これきますよ。うわ、どうするどこのシャンポンすそ1切れ。すそ切れじゃないのかいいや、これもう1回、九万横伸ばす ?9 万か、そうですね。9万握れ。握れか。シャー、シャー、シャー関係ない、シャー関係ない。チューンはいや、これ、天ンパンないんかい。6九ピン、本当きついからね。うわー、きたぞ。来たぞ、来たぞ。これ、木さ倍満あるよ。ある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 。で、リーチだよ。 いやこれ瀬戸熊もういやこれ佐々木全ツッコミ全ツッコミだけど瀬戸熊さんだってこんなこんなことになるとはねウーマン一発かんだいやこれ危ないよ危ない危ない危ないあっもうどっち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 これいいペークを重ねゃないいやこれ数層だねいやいやいい数層にあたったらバカだからいい数層でこれ積もれば3600かそうだよ ツイマンでもいいよ、これでも。ツイ<ー>マンでも倍満だったのか。うわ、来た、ついに来た、ついに来た、ついに来た。リーチ一発、ピンフ、イーペーコ、赤、ドラ、裏裏ウラ、ウラ。結局倍満。結局倍満、うわ、ちょっと瀬戸熊の表情が曇った。いや、でも一曲は流れた。一曲は流れた。2万、うん、何でそだったんだ。一人<れ>ぞ。今433でしょ、5合計でしょ、もうマン、マンガンマンガンでオッケーじゃないですか。 五九四四の三三、一六一差はね相撲はもう先手差とかですね一六一差です一六一はい今野、はい、さんはまあ連ンね、レンチャールのみ、はい、勝又はきつくなったねきつくなったそうもう正直あまあ、うん、相当厳しい条件ないぐらい、うん、まあダブル役満とか逆満ですよねもう よくさ7万出て「うわー3色とウラウラ」みたいなねえうるさいよってよねすごいじゃんでまあ瀬戸熊からするとこの1曲終わらせるとえー、っと佐々木に倍積も残らずあ残るか倍積もが残ってるだけか羽根積も消えますもんねこの1曲上がったら大きいですよ瀬戸熊さん、うん、だけど、うん、見ました近藤さんの手近藤さんの手。<ん> 見ました。近藤さんの手が大きいとかじゃなくて近藤さんの手はい、うん、見ましたよドラドラのアンシャンテンうんやばいよ全然曲進まないじゃんいやだからそうまあこういうことなのよだから絶対面白くなるんだって2しだで佐々木はどうなんですかか、漫画クラス、まああ、でも、そっか一曲、晴れ残るか このままいっても佐々木さんですか残り,ます、ね、残りますね残りますねラスオヤがうわーでもあるよ漫画んじゃんあでもい自敗が出づらい話なんですねこれ勝間さんがおさえてそうです、ね、ただまあ泣くと思いますけど、はい、9万から発信できないか9万から発信すると残響の可能性ありますよねやばいきたやばいとかってやばくはないでしょいやいややばいでしょう。 やばいでしょゲームセットになっちゃうじゃん <laughs> そうね,や,そうねやばいねやばいね見たい最後までちょっともうちょっと今度さん見たいしこれ3万地位あるよね絶対地位かむしろドラウってねこれ3万地位だよねどれ誰<の><イ>瀬戸くま、うん、ドラウってねそうローソーとて地位やんこんなんローソチーちいえだって缶マンで1000点でしょわ、うん、かるわかる うわーこれね想像いいけどほんと薄いすでにあでもローソン2枚しか出てないかうーん何切ったらいいのでもドラ2枚使いたいってことですよねだから3層打ちたいけど3層マりはもう良さそうってことか678もあるからかチーマンかチーソー切りたいなでもドラ切ったよでも違うこれウーピンがもう三見えはいはいはいですはいだから6 9ピンと ウッパーピンが超弱すぎるすね。ピンズ2面積無理と。無理無理無理。ウッパーピンがもう6枚目、自分の目から。これが一番良さそうですね、やっぱり、どう見たって。うわいや、でもウッパーピンが弱いから。ウッパーピンがないんだから。うわ先発ちゃったよ、関3万でも3万は佐サ木から出ないね。3万4山よ。いや、4山じゃないよ。4山だもんね。四山じゃないよ。4山じゃないよ。4山じゃないって。これね、引いたら。 引かなかったとしても、瀬戸小松、あ、そうじゃない、羽根つも残んない。どこ、佐々木さん。残んない、倍つもだね。倍つも。先入先。まずい、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 い。やいや、四山じゃないよ、これ。あ、あ、いや、もう三山。そうそうそう。もう山四は無理だから。そういうの無理だから、本当に。佐々木さんが一枚回収して。二枚は回収できないよ。いや、だからね。一枚はだよ。深い、もう、脳だが、すごい三万の、もうやだ。もう、やだ。いやこれ今度は止めれないから。先輩、先輩、一人で積もってる。入ってる、一。 積もったか積も12,000だい積も三色12,000これは佐々木との点差が5,000点広がりましたので2万1100、はい、ってことは倍積もで1局勝負倍積も跳ね直上件ですね佐々木さんがはいで今野は今野さんはなん薬満かなそんな空いちゃってます大体百万じゃないですか瀬戸熊の持ち点が

ーマンいやそれがさ、はい、見てあちあ,あるじゃんこれお願いしますバイ積もリーチツモどうぞ面単品ツモはいンピンツモドラドラまでいけますよあとは3色かイーペーコーか赤、うん、でも赤ウーピンとか引いたらこっうわうわっアカンうわっ、ま、っ 赤ドラ裏えこれ結構パターンあるねある2刺しもあるしいや2刺しになるとし、ね、ターツが多いメンツ多いか2刺しがきつい瀬戸駒さんいいシャンテン1さんの3色ほ<当>、ね、んとに123になったら上がりそうっすねイーマン引いたら闇手の三郎ピンの 5%1 回ねうんあるねいやこれ1回上がるあるな本当に目いっぱいはしないうわーテンパったすっげえ これで無理足りない？メン免ンツモ、うん、赤ドラドラあと2本9万切る？いやー取るんじゃない一回だって赤ウーピンツモンってあるんだよ取るでしょ取って,取って一応ローマン引きローマン引きで、うん、引いたら9万切ってる位置9万切ってる位置でしょうん、ツモ裏条件かウピンツモ赤ウーピンツモ OK これ赤ウーピン一発で引いたりしてね無理そういうのは これは三色の絵の方、まあ一応ごろちがあるか。一応ね、はい、スライド<段>スライド二段上げればいいんですもんね。二、はい、段二段、二段構え。でもローソー三枚切れ。これチーソー引いたらどうし。ああ、ローソー三枚切れか。無理だ。やべえじゃん。ローマン引かないか。ローマンは<旦>あと。二枚ある。嘘でしょ。トントントンこれウッパーピン引いて九万切りリーチあるね。ウッパーピンがとりあえず赤があるんで。 ウーピン引いて、まあ赤ウーピン引いて九万切りリーチのローマンツモはもう確定ですもんね、はい、メンタンピンツモドライオンドライオンはい、うん、あとはあでもローマンも二枚切れてんじゃんあと一枚しかないよ本当だあと一枚でした四枚引くあるのこれまだ四枚引くあるじゃん本当だ四万引いたら9万らチーマン切り9万切りだね 1> で一本 カウ、まあ、ピンいや4万引いたら9万切るってだ,だって今度サブロック9万ウッパーマンとかでしょいやそうなんだけど順目がもう足りないんですよね、うん、なるほど、うん、だからもうリーチいっておかしくない今どっかでリーチのことも考えてるそろそろだし数万引きの時に9万切って外すかどうかのう猶予も多分ないんじゃないかな、はいはい、そうねもういい半上げるか限界か限界限界今から2半上げるは結構きついか確かに坂さんもんか組んでるしね あやめたあここでやめ,たやめたってことはもう佐々木チャンス佐々木がこの残り678順の中で倍万48,000の手を組めるかまあ背景の前でリーチかあとはそうですね、うん、変わんなかったらロゴピンつもぎりああ 4万2枚切れてるこれなくななくったかもしんないこれ4万2枚出てますよだって勝俣の1ダメと2ダメ4枚引くのない赤ウーピンがない<ー>ってことあとは背底だ本当にリーチ一発ツもピンフ背底赤ドラドラこれ赤ウーピン惜しかったねウーピンだったら当たれないけど <laughs> 赤ウーピンだったらハネマンみたいなそうねまさかのそっか、うん、そうだねでも 5本俺だったらリーチしてるかなつ撲裏にかけてそしたらどうせ出ないってことですもんねんあ今言いそうにちょっと止まりましたね背景をあーあーなるほどなるほどなるほど一応<え>ゴロチの可能性出たよこれいやでもいやウーピン4枚目ですでマジマジじゃんとなるとパーピンだけパーピン2枚あるよいやこれ瀬戸も背景ずらすんじゃないかさすがに今ずらそうとしてたんですけどねんなんでずらさなかったんですかね それはもうあれででししょょ信じてんでしょここまでのここまでのを俺をここまでの直樹と AK レーシングのタッグを信じてるわけだねそう, <laughs> そうさあいて一発にかけるリーチはあと2回ですねいやでもそろそろえやっぱねなくしたいな僕は普通はねうん チー,だチーしようしないよ最後までパーピン2枚ありますよパーピン2枚 2> 引いたいや9万切り 1, 1ローマンはーローマンもラス 1, 1> あと1一発積も条件えっ1枚いるやんいやちょっと待ってこれ一発で積もっていいなら背景、うん、で積もってもいいと思う背、ね、で一番いい町にしていやでもこれローマン積も一発で今背景あるからもう無条件なんですよ、うん、そっかうん。2>, 2回チャンスがあると,ことかシンプ2回チャンスある今のところ ローマンなななんんんんてでこんな1枚い,んのいるんだよね、うん、怖だから AK レーシングは佐々木を選ぶか瀬戸熊を選ぶかってとこだね今ねだからいわゆる赤のレーシ AK レーシング対黒の AK レーシングのが戦ってるわけよ赤と黒 <laughs> ねそういうことじゃないと思うけどまあうわ炎の佐々木かどうすんのよチ位だねチ位だよ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  これでハイテーと一発がなくなった。じゃあ積もって？裏一。積もって裏一。これどう？何が行く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 ？ちいそう。でもこれ勝つまでかか結構怖いところ。じゃあ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 。でもここで積もって裏オッケーだからね。メンタンピン積も赤ドラドラ裏。行けるかな？ーマインコルゾ。ダメだ。ハイテー何がいる？ドラマがドラマが詰まってるのか？詰まってない。 でもパーピンだってあパーピンったけど怖いねいやー最後は佐々木の一人天敗で流局いやーこの B タクも非常に見応えのある戦いとなりましたさあ2回戦が終了しました2回戦のトップあ2回戦のトップからとのはちょっと難しいわけですねはい 2>,、はい、2回戦終了時点のトップから、えー、瀬戸熊続いて佐々木、えー、今野 勝又という並びで終了となりますさあ以上の結果から、えー、AK レーシング杯予選 B 宅から決勝戦に駒を進めたのは瀬戸熊となりました予選 A 宅から岡田そして B 宅からは瀬戸熊の勝ち上がりとなっておりますさあえま、ー、もなくインタビューの準備ができ次第えー、移りたいと思いますがえー、あできているようですね はい、えー、それでは、えー、対局を終えた選手に話を伺ってまいりましょう、えー、まずは第4位となりました勝俣プロ、お疲れ様でしたお疲れ様でした、えー、対局、振り返ってみて、いかがだったでしょうかそうですね、あの1回戦目の当局に、瀬戸山さんに大きな連チャンをされてしまって、はい、まあ点差がかなりきつかったので、はい、まあ無理な勝負もたくさんしなければいけなくて、えー、きつかったです 1>, えっと1点対局ので、対局のことで伺いたいんですが。はい ドラが3万の場面で、はい、リャンウーマンと、えー、69万と1数ピンが残ってた場面でかなり長い時間を使って考えてたと思うんですが、はい、あの時のはどのようなことを考えてたんでしょうかいや枚数でいけばリャンウーマン払うのが一番いいと思うんですけど、はい、まあ点数が大きく離れているので、うんうん、まあ漫なんだろう まあ、っていっても6、6九万と2万,万も大差がなくて、はい、2万、うん、1枚とウマ1枚は期待できるかなと思って、2万2枚で6九万3枚で考えてて、2枚のハネマンか、3枚のマンガンかで2枚のハネマンかなっていう感じです。うん、なるほど、はい、やはり2万払いもあの構想の中に一つあったということですかそうです、ねまあ、とりあえず、一旦今万打っといて、3万引けたらもう一回、ジャンとウも変化できるしとか、うん、まあ、そんなようなことも考えてました。 はいえー、ありがとうございました。お疲れ様でしたはいお疲れ様でしたえー、続きまして第三位となりましたコンドプロですお疲れ様でしたお疲れ様でしたえー、対局を繰り返ってみていかがだったでしょうかそうですね本局まああとで見直しますけど瀬戸熊さんのねやり追っかけてサブロス悪くないなと思ってたんですけど結果的に赤ロスを掴んでしまってそこから厳しいね戦いになってしまいましたけど非常にこうたっ だえま、ー、あおっしゃった通りた厳しい立ち上がりだったかなというふうに思うんですが、えこう随所でこう近野さんらしいと言ったらあれですが、あの慌てず騒がずみたいなプレーが多かったかなと思うんですか。いや結構慌てて騒いでましたけどね。あとあの白鳥さんが近野近野さん残しましたねってたくさん言ってたんで後でお説教してあげてください。ええ何何ですか。近野近野さん土俵際で残しましたねってたくさん言ってたんで。あとで土俵際は言ってないです。<laughs> 後でお説教してあげてください。はい はい。はい、お疲れさまでした、<laughs> ありがとうした。苦笑じゃん、<laughs> もうや、や怖いもん。<laughs> はい、お疲れさまでした。えい、ー、続きまして第二位となりました佐々木プロです。お疲れさまでした。あえー、体型を繰り返ってみていかがだったでしょうか。えっと、まあ、こうなってみるとね、近藤さんの裏さんがすごく痛かった。うん。はい、うん。最後も、えー、まあ、一発ないしぐあの、敗手で、えー、条件という手でしたが。はい。そうですね、あの、戦時戦もやっぱり痛かったですね、直前の。うん ね、えー、どうでしょうか？現報いとして望んであの奥さんに一箱持って帰れるんじゃないかなと私は思ってたんですが置く場所ないじゃないって言われたんですね立派すぎて置く場所がないと <laughs> <laughs> そうですねはいということでお疲れ様でしたありがとうございましたえー、そして、えー、見事予選 B ーから決勝戦に駒を進めたのは瀬戸熊プロですお疲れ様でしたお疲れ様でしたえっと対局振り返ってみていかがですかえあのまあ あのいきなりばばばっと上がれて6万点ぐらいいったんで、まあ、あとはなんかあの3人の強さに委ねて結構、打ち合いに任せたところもあったんでその辺は展開ラッキーでしたねあとラス前だけはちょっと気合でえね積も条件だと簡単にクリアされそうだったんで倍積も条件にするようにそこだけ頑張りました見事、緩マン積もって倍積も条件を押しつけたとあの1回戦のあの連チャンはいわゆるくまくまタイムという。いいややそううでしょうねあのちょねちっといつもやっ したことないシステムだったんで、はい、まああのまあ親番で高い手だったら結構いける場面多いなと思ってたんですけど、はい、ただあ,あなっちゃったらもう高め高め狙ってテンパったらまあ方銃で終わるぐらいでトンパトだったんで行こうとは思ってたんですけど、はい。はい。うまく上がれました。え白鳥さん、はい。えー、さえ聖、ー、徳マプロが見事決勝戦に駒を進めたわけですが、え、うん、対局見ていかがだったでしょうか。いやなんか。 落ち着いてましたよね。点数持った後がやっぱり。うん、なるほど。うん、はい。なんか。ニューだなって感じですね。うん、白鳥さん。いや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 。いやいや、僕はもうガチャガチャ動いてるところを。やっぱりそのガチャガチャしちゃいけないんだなっていうね。ところですよ。白鳥さん。はい。あの、落ち着いてましたねと、今、あの、評されてましたけど。はい。 先輩が後輩が先輩に対して <laughs>、うん、しかも選抜されてるね、うん、今回選抜されてる先輩に対して落ち着いてますねっていうのはちょっとあの言葉としてはいかがなかもしません,すません大変失礼しましたはい、はい、えー、っと瀬戸熊さん、はい、それでは決勝戦に向けての、えー、っと意気込みとご覧頂い,いてるファンの皆様にメッセージをお願い,いします、ねあのまあ、久しぶりにあのこの強いメンバーで勝ち上がったんで、えー、まあ一番きつい予選を勝った人間として 多分そういうそのぐらいの予選だったと思うんで、あの何ていうんですかな、いいマネを打てるようにしたいと思います。あとはちょっとあのシラさんにあのもっと落ち着いてやれって,言われていう <laughs>、はい、まあさらに落ち着いてやりたいと思います。<laughs> のあの今日は AK レーシングでいつもより落ち着いてプレーできたんじゃないかなと思うんですが、そ,そうそうですね。あの落ち着きすぎてちょっとあの集中力切れたない。<laughs> <laughs> ここだ気をつけてます。はい、ありがとうございます。はいえー、ということで、えー、改めまして、えー、に。 えー、2021AK レーシング杯予選 B 卓から決勝戦に駒を進めたのは、えー、瀬戸熊プロとなりました A 卓からは岡田プロ B 卓からは瀬戸熊プロの勝ち上がりとなっておりますさあ、えー、次回 AK レーシング、えー、AK レーシング杯予選 C 卓の模様は5月の21日金曜日18時から対局メンバーは、えー、二階堂明プロ魚谷プロ高宮プロ川原プロとなっております はい、えー、ということで、ま、えー、もなくお別れとなります。白鳥さん解説どうもありがとうございました。ありがとうございました、えー。本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。また次回の放送を楽しみに。本日はこの辺りでお別れです。それではさようなら。